皆さんこんにちは、森有里です。はい、ですね、今日は100均のダイソーで売っているガールズトレンド研究所っていう、風流さんとダイソーがコラボした商品を一目惚れして買ってきてしまったので、ぜひ皆さんに紹介したいなと思って動画を撮っております。その前にですね、森有里ちゃんってエクステなんですかっていう質問だったんですけど、これはエクステでございます。ちょっと取れてきちゃってるんですけど、今月の、19日に19日以降にちょっと発表しようかなと思っているんですけれども、あと19日にとりあえず、髪の色を変えさせていただきますので、それ以降にちょっと詳しいことは言いたいなと思います。取り掛かっちゃってるからね、ちょっとねエクステがちょっと不安定なんですけれども、はい、ということで紹介をしていきたいと思います。はい、板バッグっていうのかな、これこれは300円、税抜き300円になりますね。でここがほら好きなキャラクターだったりとか缶バッジだったりとかを入れておけるやつになります。ほらこんな感じになります。ちょっと怖いけど、こういうのだったりとか、あとセーラームーングッズだったりとかね、いろいろあるので、ちょっと入れて楽しみたいなと思って、でモコモコのやつで、これ300円でね、このモコモコ感は本当にすごいなと思ったので買ってきてしまいました。で中のポケットはね、ここ以外には特にないんですけれども、ちゃんとしっかりした作りになっているので壊れにくいかなと思います。そしてですね、私が一目惚れしてしまったもの、はい、ジャパンキャップでございます。なんか可愛くないですか、無条件。私最近キャップずっとしてるのを見てくれてる方いると思うんですけれども、300円でそのキャップはコリアにいた時に買ったんですよ。なのでこれはねちょっと違うんですけれども、あ、これあれなんだ、調整つかないけど、でもあ、めっちゃ良きじゃないですか、ほら I love Japan 的な感じで、これめっちゃ可愛いと思って買ってきたら、こうちゃんに何に使うのとか言われたんですけど、私すごいこれもうめっちゃお気に入りです。これとこれですね、はい、こんな感じ。いやでも可愛いでしょこれ。私これ青もあったんですけど、もう遠くの方から売り場からねと思って、すごい可愛いと思って近づいてったら、この風流のコラボ商品で、で私なかなか買えてなかったんですよ、荷物が多いからちょっと足りないなと思って買わなかったです。で最後1個買ったのはこちらのクラッチバッグになります。でこれが、まあ、ガールトレンド研究所ってここに書いてあるんですけれども、はい、見えますかね、まあ、これでも300円200円、これ200円で、これ1個しか残ってなかったんです、ラベンダー色で。これで、まあ、こんな感じになってます。ポッケは特になくてですね、はい。で何に使おうと思ったかって、私実はこの iPad を持ってるんですよ。で iPad を持ってるので、その場にはなかったんですけど、多分ぴったりだろうと思って買ったんですよ。そしたら本当にほらマジでぴったり、むしろ iPad のために作ったんじゃないかなと思って見たんだけど、モコモコクラッチバッグとしか書いてなくて、 iPad 用ではないみたいなんですけど、めっちゃ iPad 多分本当にぴったり入ると思うので見ててくださいね。これね本当にほらほらほらマジぴったりじゃない、ほらこんな感じです。ということでこれをね、iPad 持ち歩き用のバッグとして、初めてなんだ実用性があるなって思ったぐらい、めっちゃこれで200円でさ iPad ぴったり入ったらさ、
コスパもコスパですよね。めっちゃいいなと思って買ってしまいました。ということで私が今回買ったのはこれですね。この帽子と、この帽子マジ可愛いと思うんです。この帽子かぶってたら私だと思ってください。でこれとこれとこれになります。これでもさ300円200円だから、まあそうですね800円、まあ、1000円以内で全然買えちゃう。ここのジャパンがすごく好き。よかったら皆さんダイソー行ってフーリューとのコラボ商品見つけてみてください。多分私がね遅くてね買うのが、これとかこれとかそのこれ以外にも絶対何かしらあると思うんで、ポーチもあったのでまだぜひ見てみてください。ということで森崎アリスでした。バイバーイ。皆さん使ってみてください。チャオ。ツイッター、インスタグラム、バイの ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで次の動画もお楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。